はい、どうも、ミニマリストたけるです。本日もラジオ形式で動画を撮っていきたいと思います。本日の動画のテーマは、僕が捨てた常識、常識破りが人生を切り開くということでお話をしていきます。ぜひ家事をしながらだったり移動中に聞いてください。もしパパッと聞きたい方は 1.5 倍速、2倍速がおすすめです。で、本題に入る前にちょっと告知なんですけども、こちらですね、第1作目、第2作目の本を出版しておりまして、大変ご好評いただいております。何度か重版させていただいておりまして、累計3万2千部突破いたしました。まだ読んでない方、買ってない方がいましたら、この動画の下にある概要欄、コメント欄に詳細のリンク貼ってあると思いますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただければと思います。はい、ということでここからが本題ですね。改めまして、本日の動画のテーマは、僕が捨てた常識、常識破りが人生を切り開くというテーマでお話をしていきたいと思います。まずはじめにですね、常識とは何ぞやっていうところから話していきたいと思うんですけども、あくまで僕自身が考える常識っていうのは、一般大衆の考えだったりとか、みんなと同じことをすることが、僕自身は常識だと思っています。で、逆に常識破りっていうのは、一般の人と大衆と違うことをするので、言ってみたら非難を浴びることだったりとか、出る杭は打たれるなんても言うじゃないですか。だからこそ、常識破りなことをすることイコール非難を浴びることだったりとか、出る杭は打たれることっていうふうに僕自身は捉えています。で、実際にその大衆とは違ったことをする、そうすると非難を浴びたりとか、出る杭を打たれたりとかするけども、でもそれが言ってみたら世間に認められるようになると常識になっていくのかなっていうふうに思ったりとかもするんですよね。具体的に例えば、本当に一昔前であれば、スマホを持つことだったりとか、キャッシュレスにすることっていうのは、そこまで非難を浴びることはないかもしれないですけども、なんか白目で見られるというか、ちょっとあの人変わってるよねみたいな感じで思われるじゃないですか。でも今でこそスマホは誰でももう持ってるし、キャッシュレスも結構日本の中でもですね、普及されていって、結構そのキャッシュレスとかしているとなんかすごいねって、むしろ尊敬されたりとかすることとかも増えてきたんですよ。つまりは、キャッシュレスとかスマホを持つこととかも、世間に認められて、それがむしろ常識になっていたりとかするわけですよ。だから、あくまで僕自身が考える非常識っていうのは成長だと思っていて、むしろ大衆と同じでいること、みんなと同じことをすることっていうのは、むしろ成長が止まっていくんじゃないかなっていうふうに思ったりとかもするので、なので今回の動画ではですね、常識破りになりましょうと、常識を破っていくことが、人生を切り開くきっかけにもなるし、自分の成長にもつながっていくので、なので、あえて非常識になるっていうのはめちゃくちゃ僕自身は重要だと考えています。なので、実際にこの動画をご覧になられている方の中にはですね、常識でいることがなんか枠にはまった感じで、なんか嫌だなと思っていたりとか、なんか人生にね、退屈さを感じていたりとか、なんか人生変えたいけどどうやって変えたらいいのかわからないっていう方のためにですね、今回僕自身が実際に捨ててきた常識だったりとか、常識破りなことをですね、ご紹介していきたいと思いますので、ぜひですね、共感した部分だったりとか、参考になった部分があれば、今日からでも明日からでもですね、皆さんが今抱えている常識を切り捨てて、破り捨てていってほしいなというふうに思います。ぜひ参考にしてみてほしいなと思います。ということで、早速一つ目から参りたいと思うんですけども、僕が捨てた常識一つ目は、大学で学んだことと違うことをすることですね。大学で学んだことと違うことをすることです。実際に僕自身が大学で学んだのは理系の大学で、化学と言われる分野の勉強をしていました。で、さらには教員免許も取ったので、教育だったりとか化学の勉強をしてきたんですよね。で、ちょっと一昔前にまた戻ると、高校では工業高校だったので、化学だったり物理だったりとか、もちろん一般教養とか学ぶんですけども、専門学校みたいな感じだったんで、工業に関するね、勉強だったりとか、化学だったりとか、そういう分野の勉強に特化してやっていたので、もう今でこそ、こんな風にですね、 YouTube で撮影したりとか、行ってみたら本を出版したりとかっていうところで、全く関係のないところで、活躍してるって言ったらちょっとおこがましいですけども、実際に大学で勉強してることとは全く違うことをやってるわけですよ。結構僕自身の身の回りにもですね、高校大学と勉強してきたこととは全く違う分野で活躍してる人とかも結構いらっしゃるんですよね。例えば、名前は出さないですけども、お医者さんの方がですね、今 SNS で活躍していて、それこそ副業としてやっていたりとかで、人によってはその本業のね、お医者さん辞めて、もう地方移住して、まったり過ごして SNS 発信してる方とかもいらっしゃったりとか、結構ね、そういう方々っていらっしゃるんですよ。もちろんその大学で学んだことを本業に生かして大活躍してる人とかもいらっしゃるんですけども、でもしかしたらね、皆さんの中にはその大学
けで勉強したことしかその仕事に生かしちゃいけないみたいな枠にはまってる方とかもいらっしゃると思うんですよ。でなんかその枠の外に行けないみたいな、大学で学んだことを生かさないとダメみたいな感じで思い込んでしまって、転職をする時とかも同じ業種じゃないとダメみたいな思ってたりとかすると、結構ですねその人生の可能性って狭まっちゃうんですよ。まあ、僕自身も昔それこそね大学で教育の勉強をしていたから、教育関係のお仕事じゃないとダメなんじゃないかと思って、まあ、学習塾のお仕事をねその転々としたりとかしたんですよね。でも2回か3回転職したぐらいにですね、あこれちょっと僕自身この学習塾っていう分野、教育っていう分野だけど向いてないなと思ったんですよ。やりたくないなと思ったんですよね。でそこでもう心機一転、全く違う業種のマッサージってお仕事で個人事業としてやり始めたんですよね。だからまあ学習塾よりもマッサージの方が好きだなと思って、そっちの方に移行して、でさらにこのままだとちょっとね、まあ、労働収入だったのでいけないなと思って SNS の発信をし始めるようになったんですけど、だからだんだん大学で学んだこととだんだんね変わってきたんですよね、やることが。だからまあ僕自身は今でこそそっちの方面に進んでよかったなと思っているので、まあ、そんな風にですね、まあ、やっぱりその大学で学んだことじゃないといけないみたいな風に思うのは、まあ、いわゆる世間一般の常識なので枠にはまっちゃうので、ぜひねあの皆さんにはその常識を破り捨てて別の分野で活躍するのもありなんだよっていうのを一つ、まあ、念頭に置いて転職をするとか個人事業として始めるとかっていうのは全然ありだと思います。むしろそっちの方が、まあ、好きこそものの上手なれで、まあ、本当に急激な成長を見せたりとか半年1年でね本業と同じぐらいもしくはそれ以上の収入が得られたりとかする可能性もありますので、ぜひ参考にしてみてください。続いて2つ目の常識ですね、僕自身が捨てた常識2つ目は転職をすること、そして学歴重視ですね。転職をすること学歴重視です。まあ、今でこそそんななくなってきたかもしれないですけども、もう一つの会社に長く居続けなきゃいけないみたいな終身雇用の時代ってもう終わってると思うんですよ。今後はもう本当に個人が活躍する時代だったりとか、それこそ副業ですね、掛け持ちする時代になっていくと思います。もう副業が当たり前だったりとか、複数のお仕事を掛け持ちする、それこそ会社は別の複数の事業を抱える、個人が抱えるっていうのはもうすでに当たり前になってきてるんじゃないかなっていうふうに思ったりとかもします。でこれきっかけとしてやっぱコロナとかねリモートがきっかけになったと思うんですよ。もう一個の事業、一個の会社にずっとね居続けるっていうのはやっぱり安定だと思ってるかもしれないですけども、実は不安定だったりとかするわけですよね。倒産する会社とかも全然あると思うし、一個のね会社に居続けると、それこそまあ業種はあんまり言わないですけども、やっぱり業種によっては収入が3割カットしたりとか、もうボーナスが減らされるみたいなことも突然起こりうるわけじゃないですか。だからもう今後も平気でそういう風になりかねないので、だったらじゃあもう個人が稼げる力を身につけて副業しなきゃいけないと、複数の収入源を増やすっていう時代にもうなってるんじゃないかなっていう風に思います。ってなった時にもう学歴とかもほとんど関係なくなってくると思うんですよね。理由としてはもう学歴云々じゃなくて、どういう実績を積み上げてきたかだったりとか、その人がどういう知識スキルを持ってるか、もう実力重視になってくると思います。だから、まあ、ちょっと一昔前からね即立戦力になる人が欲しいみたいな、まあ、キーワードとかも転職で、まあ、結構あったと思うんですけども、もうそれがもう如実に現れていくんじゃないかなっていうふうに思います。だからこそ以前からも結構言ってるように収入が二極化するんじゃないかなと、たくさん普段から勉強してる人だったりとかスキルアップを目指してる人っていうのは収入が高くなっていく傾向があると思うんですけども、まあ、普段からまあ怠けてっていう表現がおかしいかもしれないですが、あんまりその勉強してない人とかスキルアップを目指していかない人っていうのは、まあ収入が徐々に減っていくんじゃないかなと、淘汰されていくんじゃないかなって思ったりとかもします。だからこそ、まあ、皆さんに結論として言いたいのは、別に転職することが悪いことじゃないですよと、副業始めることも悪いことじゃないし、掛け持ちすることも悪いことじゃないです。学歴で例えば高卒だろうが大学中退しようが全く関係ないですよと。もう今の時代ですね、もう中学生とかでももう月収うん百万と稼ぐ時代なんですよね。でさらに例えば僕の知り合いとかで野良猫をね YouTube で撮影しても月収100万円以上稼いでる人とかもいるんですけども、その方もですね、まあちょっと失礼な言い方にはなりますけど、結構ご高齢なんですよね。だけども YouTube を始めてもう野良猫だけを撮って全国を旅しながらもう悠々自適に暮らしてる方とかもいらっしゃるんですよ。だからもう学歴も関係ないし年齢も関係ないし、もう転職今まで何個しようが全く関係ないんですよね。もう本当に自由なアイディアと自由な発想と好きなこととかやりたいことに挑戦する勇気があるかどうかだったりとか、まあ実力だったりとかによるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひ参考にしてみてください。続いて3つ目に参りたいと思います。僕自身が捨てた3つ目の常識はキャッシュレスですね。キャッシュレスです。まあ先ほどにもちらっとお話出てきましたけども、まあ今となってはかなりキャ
ッシュレスにするのが当たり前になってきたんじゃないかなっていうふうに思ったりとかもします。で、僕自身はもう本当にキャッシュレスにしてよかったんですけども、皆さんがもしですねキャッシュレスにしてない方がいるのであればもう断然おすすめします。もちろんね、あのライフスタイルだったりとか家族構成だったりとか働き方によっては現金持たなきゃいけない、お財布を持たなきゃいけないっていうふうに思ってる方とかもねいらっしゃるかもしれませんが、できるのであればもう本当に財布とか現金を手放して、もうクレジットカード決済かスマホ決済ですね、 Apple Pay にクレジットカードを登録して、まあ、Suica とかも登録して、まあ、スマホでピッとね決済するのが一番決済がスムーズになるし、お財布自体をね持ち歩かなくてよくなるので、お財布がどこ行ったとか紛失することもなくなるしね、盗まれて被害届を出さなきゃいけない事態になることもなくなるし、例えば財布の中にそのレシートが溜まるとかね、その出し入れがめんどくさいっていうストレスとかもなくなっていくので、もしそういうストレスを抱えている方はですね、ぜひキャッシュレスにしてみてください。ということで続いて4つ目に参りたいと思います。僕が捨てた常識4つ目は物を捨てること、そして物を持つことですね。物を捨てること、物を持つことっていう常識を捨てました。これはですね本当に僕のメインチャンネルでもしつこいほど言ってきたので、またこれもさらっと流すんですけども、まあ一昔前って言ったらちょっとあれですけども、僕の上の世代だったりとか一昔前までは物を買うことが幸せだったりとか、なんか物を捨てることはなんか非常識だ、環境に悪いというか、もちろんそれも一理あるんですけども、あとは物を持つこともね一昔前上の世代とかでは当たり前だったりとか常識だったりとかするわけじゃないですか。でもそれこそ数年前からミニマリストっていうものがブームになって、まあ一時的にちょっと落ち着いたりとかしたんですけど、また最近片付けブームだったりとか生前整理だったりとかミニマリストっていうものがブームになってきたんですけども、まあ、これなぜかといったら、その元々持っていたその幸せっていう概念が覆ってきたからじゃないかなっていうふうに思ったりとかもします。つまりは物を買うことでは幸せになれないし、物を持つことでむしろストレスが溜まってきたりとか、物を持たない方がフットワークが軽くなってチャンスに恵まれるようになったりとか、むしろ成功者ほどお金持ちほど物が少ない、もうお部屋もすっきりしてるっていうのがだんだん認知されてきたからだと僕自身は思っています。だからこそ僕自身はもうしつこいほど物を捨ててくださいと、もう一時的に苦痛は味わうかもしれないですけども、それでもやっぱりね物を持ち続けるストレスって一生続くから、もう捨てる苦痛は一瞬ですよと。で、多少ね環境に悪いことするかもしれないです、あの捨てるってなった時はね。だけど言ってみたら長期的に見たらむしろ環境にいいことなんですよ。つまりどういうことかっていうと、その物を買わない暮らしにした方がそれこそ消費社会から脱却できるわけですよ。で、物が売れない時代になっていくわけですよね。もちろんそれで経済的にどうなるかって僕自身は分かんないですけども、むしろもうこれからの時代は、まあ、皆さんもよく耳にする物から体験経験に移行していくんじゃないかなっていうふうに思います。つまりもう物が売れない時代になっていくんじゃないかなと思うわけですよ。本当にいいもの、本当に人間の生活において必要なものしか売れなくなってくると思うんですよね。まあつまりまあ贅沢品だったりとか、まあ、そういったものはほぼほぼ売れなくなっていくんじゃないかなっていうふうに思ったりとかもします。なぜかというと人間の本質としてですね、やっぱりそういういろんなものを買ってると幸せになれないからなんですよ。僕自身ももう今でこそね本当に自分の今の生活に必要なものだけしか持ちたくなくて、で残ったもの今あるもののまあグレードアップとかはしていくとは思うんですけども、それ以外の例えばですけど僕の場合ゲームはもう買わないと思うし、腕時計とかも多分おそらく買わないと思うし、本当に人間に求められているものっていうのが、まあ、今後ね企業としても成長していくと思うし、人間のその豊かな生活にもまあ貢献していくと思うんですよね。本当に必要なものだけが。だから言ってみたら、まあ、今後5年後10年後に、まあ、もちろん倒産してくる会社も出てくるでしょうし、まあ、そういうもう時代の流れになっているので、だからこそ結論皆さんに何が言いたいのかっていうと、皆さんの生活で必要ないものはとにかく徹底的に減らしてもらって、もう物を買わない暮らしにしてほしいっていうことですね。で、余った少数のものを、まあ、グレードアップしてブラッシュアップして生産的な生活にする、効率的な生活にする、豊かな生活にしていくっていうのが、まあ、大事じゃないかなっていうふうに思います。で、その一方で、まあ、その物にお金とか時間をかけるんじゃなくて、自分の成長だったりとか他者の成長にお金とか時間を使ったり、経験とか体験ですね、新しい体験経験知識にどんどんお金を使っていった方が、むしろそっちの方がね、物にお金とか時間かけるよりも体験とか成長とか知識にお金をかける方が幸せになっていくよということですので、ぜひ参考にしてみてください。続いて5つ目に参りたいと思います。僕が捨てた常識5つ目はお金の話をすることです。お金の話をすることです。これもですね、もう本当にもう二極化してるんですけども、お金に困っている人ほどお金の話が嫌で、まあ、そういう話を聞きたくないと、もうお金の話が出てきたらすぐに耳を塞ぎたくなる人とかは結構多いんですよね。むしろお金が増えていく人だったり
りとか、成功している人、お金持ちの人ほどお金の話をする傾向があったりとか、別にお金の話をしたところで別に何とも思わない、別に嫌とも思わないし、なんかその罪悪感が出てきたりとか、なんか変な感じを感じる、違和感を感じるっていうのもそんなにないんじゃないかなっていうふうに思います。僕自身もまあ実際に昔は貧乏だった時はお金の話をするのがなんかいやらしいと思ったりとか、恥ずかしいと思ったりとか、なんか嫌だなと思ったりとかもしてたんですけども、でもそのマインドが変わったんですよね。まあいろんなお金の本を読むようになってから、あ、なんか貧乏だったのはこれが理由だったからだと。お金の話を聞かなかったし、お金の情報を自分から自らキャッチしてなかったからこそ自分は貧乏だったんだっていうふうにはっきり分かって、その理由が、そこから自分はもう貧乏なんだっていうふうにもしっかり理解した上で、じゃあどうやったらお金持ちになれるのかな、お金が増やせるのかなと思った結果、どんどん自分から積極的にお金の悩みを発信したりとか、お金に関する情報をキャッチしたりとか、アドバイスをもらうようにしてから、あ、なるほどと。お金が増やせる人ってしっかり家計簿をつけていたりとか、無駄なもの買わないとか、しっかり節約していたりとか、投資をしていたりとか、その仕事に打ち込んでいたりとか、ビジネスの話もバンバンしていたりとかっていうところで、だんだんその成功していく人、お金持ちになっていく人の傾向がつかめてきたんですよ。そこからどんどん僕自身は、まあ、お金の本を読むようにもなったし、 YouTube とかでも結構お金の話をするようになったんですよね。たまにですね、お金の話ばっかりで嫌だっていう方とかもたまにいらっしゃるんですけども、そういう方は申し訳ないですけども、お金に恵まれないと思います。もちろんお金が全てではないし、お金があるからといって幸せになれない人もいるんですけども、でもお金っていうのは生まれてから死ぬまで一緒の付き合いですし、お金はあるに越したことはないというふうに僕自身は思っているので、だからこそ結構僕自身ね、しつこくお金の話をしたりとかしています。で、一回聞いただけだとお金って増えないんですよね。あ、なんとなくわかる、その話聞いたことあると思っても、知っているのとできているのって全く違うので、だからこそしつこくしつこくそのお金持ちの人のマインドだったりとか思考をもう繰り返し繰り返しインプットすることによって、ちょっとずつまあ行動が変わってきて、でちょっとずつ行動が変わっていくと、それが習慣になって、で習慣が変わっていくと、まあお金持ちのまあ行動習慣というのがどんどん増えていって、まあ仕事で実績が積み上がってきたりとか、実際に収入が上がったりとかしていくわけですよ。だからこそ僕自身は結構しつこくお金の話をするので、嫌がらずにせめて1ヶ月とか3ヶ月とかとにかく繰り返し、同じ動画でもいいし、僕自身結構ね、同じようなお金の話を繰り返し動画を作ったりとかしてるわけですよ。でこれなぜかというと、結構僕自身ね、最近クラブハウスとかでそのお金持ちの方とか著名な方とお話しする機会があるんですけども、やっぱり本質をついてることしか僕自身は言ってないと、まあ、自負していて、こんな風に言うとねちょっとおこがましいんですけども、結構僕自身と同じような価値観だったりとか考え持っている著名な方とか結構いらっしゃるんですよね。だからあんながち僕の考えって間違ってないんだなって思うことが多々あったんですよ。そうだからこそ何回も繰り返し言いたいっていうのもあるし、結果まあテーマは違えど言うことって結構似てたりとかするのはこのためなんだなと思う。人生の本質をついてるからこそ同じようなことを何回も繰り返して言うことにつながっちゃうんだなって思ったりとかもしたので、まあ結論何が言いたいかっていうと、もうとにかくですね、まあお金持ちの方とか実際にお金を増やしている方の言葉とか思考とかマインドをですね、常に常に繰り返し聞くことによって、皆さんの意識がちょっとずつ変わってきたりとか、動画を見るごとに話を聞くごとになんか気づける部分っていうのは違ってくると思うんですよ。ちょっと話が長くなってしまって申し訳ないんですよ。例えば同じ本を読むにしても、1回目読んだ時には例えば A という部分が気になったけども、2回目読んだ時は A という部分はなんかあんまり気にならずに B という部分が気になったりとかして、同じ例え本だとしても気づける箇所って違ったりとか知るわけですよね。学びの部分が違ったりとかするので、なので、まあ、とにかく繰り返しお金の話、まあ、もし皆さんがお金に悩んでるのであれば、お金の話を繰り返し聞いてほしいなというふうに思います。で僕自身も実際にお金の話をすることはなんか結構日本の風習としてタブーだみたいな、あんまり良くないみたいな、恥じらいだみたいなニュアンスあったじゃないですか、昔はね。だけど僕自身はその常識を切り捨てて、お金の話をするようになってから、割と僕自身は収入が増えたりとか貯金が増えたりとかしてきたので、ぜひ皆さんもですね、まあ、そういうお金の話をしちゃいけないみたいなその常識を切り捨てて、なるべく皆さんも率先して積極的にお金の話をしてほしいなと思います。話すことによってね、そういう情報も結構たくさん集まってくるので、結構おすすめです。ぜひ参考にしてみてください。続いて6つ目に参りたいと思います。僕が捨てた常識6つ目は、一般人が本を出版するということですね。一般人が本を出版するということです。これもですね、まあ、言ってみたら、まあ、今では常識になってきたのかもしれない
ないですけども、一昔前では本当に著名な方が本を出すっていうイメージがあったんですよね。僕自身もしっかり皆さんももしかしたらそういう常識を持っていたかもしれないです。ただですね、最近ちょっとその傾向が変わってきて、それこそ本当にごくごく一般の方が、それこそまあ YouTube をちょっとやっていたりとか、インスタをちょっとやっていて、まあ多少のね影響力があればもう本を出せる時代になってきたんですよ。例えば、病院の先生だったりとか、例えば芸能人だったりとか、本当にその分野でめちゃくちゃ結果を残してる人、こういう人が一昔前は本を出していたりとかしたわけですよね。テレビに出てる人だったりとか。でももう今ではもう個人が影響力を持てる時代になってきたっていうのもあるし、あとはまあそこまでねテレビに出なくても有名にならなくても、ある特定の層にだけその影響力を持っていればもう本って出せる時代になってきたんですよ。だから最近ね、それこそまたクラブハウスの話になって申し訳ないんですけども、著者の会っていうね本を出版してる人が集まるそのルームっていうのがありまして、そこで結構いろんなお話を聞かさせてもらうとですね、やっぱりそのごくごく一般の方が、まあ、それこそ特定の専門分野で、まあ、名が通ってるって言ったらちょっとあれですけども、まあ、ある程度影響力ある方が本を出せる時代になってきたんですよ。で、皆さんに共通して苦労してる点っていうのがあって、その本当に普通の一般の人が、自分自身はもう本当に一般の人だけど本を出したって思ってる人が本を出すとですね、やっぱり常識破りのことをしているので結構非難されるそうなんですよね。そうだから、まあ、さっきもね動画の冒頭でも言ったように、非難を浴びること、これがいわゆるまあ世間一般でいうまあ常識破りなことなので、今まだまあそういう常識にとらわれて非難をする人っているんだなって僕自身は感じてるし、結構ね僕の Amazon とかのレビューを見るとなんかわーわー言われることってあるんですけども、でもそれはやっぱりその一般の人が本当にごくごく当たり前のことが書いてある本が非難されるっていうのは、やっぱりその非難する人ってね、その嫉妬深かったりとか、なんでこんな本が本になってるんだみたいな怒りを感じるわけですよ。そうじゃないんですよ、もうそういう時代になってるから、まあ言ってみたら仕方がないんですよね。ある特定の分野の層に支持されていたりとか応援されてたらもう本出せるんですよ。そうだから非難もされることもあれば、僕自身はもう本当にしょうがないかなと思ったりとかもします。だからまあ言ってみたら、その Amazon レビューでなんかもうあることないこと書いてあっても、まあ、僕自身はまあ名誉毀損とかなんかそういうことで訴えることはしないし、まあ、それが最終的に多分ね3年後5年後とかで常識になっていくので、まあ別にもう多くの人はねもうそれで理解してくれるから、別に一部の人だし非難してくる人は別にまあいいかなって思ったりとかもするんですけども、とにかく皆さんに知っていただきたいのは、一般の人がね本を出すことはもう当たり前になってきてるよということです。なのでもし皆さんが本を出したいと思っていても、別に今特にその自分自身はねすごい部分も特性もないし、本当に本出せるのかなと思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけども、全然もう出せます。もう本当になんならもう実績とか影響力とかなくても、もう今電子書籍とかバンバン出せるんですよ。それこそ、まあ、ちょっとまた話それますけども、最近ねクラブハウスっていうものが流行し始めて、まあ、あんまりこれおすすめはしないんですけども、でもクラブハウスでそれこそねフォロワーが1000人2000人って増えてきたら、それを電子書籍化して売ることもできるわけですよね。だから本当に一昔前まで、1年前まで、3ヶ月前までごくごく一般の人がちょっとした実績を積み上げるだけで本を出せたりとかするわけですよね。本っていうのは誰か特定の人の悩みとか課題を解決することができれば本とか、それこそこういうふうに動画で発信して誰かの悩みを解決することができる、それが一つビジネスになったりとかするので、まあ、あんまりねお金っていうふうになるのは良くないかもしれないですけども、一つね常識を捨てるっていう意味ではそういうこともありだよっていうのを一つ念頭に入れてほしいなというふうに思います。6つ目、僕自身が常識を捨てたことは、一般の人が本を出版するという常識を捨てて、僕自身はもうバンバン本を出すようにしていますということでした。はい、ぜひ参考にしてみてください。続いて7つ目に参りたいと思います。僕が捨てた常識7つ目は不可能なことをすることですね。不可能なことをすること、つまり言い換えると不可能なことを可能なことにすることをするようにしていました。つまりですね、これ具体的にどういうことかっていうと、一昔前まで、それこそ3年前とか5年前までは YouTube をやったところで成功しないと思っていたりとか、本当に僕自身ねごくごく一般のサラリーマンであり、 YouTube を始める直前っていうのは本当に本業とかでもあんまりなんかその意欲が湧かずに、まあ、収入が下がっていた時期だったりとかしたんですよね。でしかも僕自身は潰瘍性大腸炎っていう原因不明で完治しない病気を患っていて、もうかれこれもう10年以上経つんですけども、発症してから病み上がりだったんですよね。そんな一般人が YouTube で成功するわけないっていうふうに僕自身もちょっと思ってたし、周りからも結構言われました。特に妻の当時まだ付き合ってたんですけども、結婚し
なかったんですけど、その周りのねご友人とかが彼氏 YouTuber やってるんだよって言うとですね、いや本当大丈夫っていう風にね心配されたことも多々あったんですよね。できっと皆さんもですね、一昔前までは私が YouTube やったところで成功しないとかね思ってたと思います。でももう今ですね、もう個人が YouTube で活躍する時代にもうなってきて、今でこそね、まあ、僕自身登録者隠してますけども、普通にもう10万人ぐらいいるわけですよ。 YouTube だけじゃなくて Twitter だったりとか Instagram とか、あとは最近だとクラブハウスとかももうじき3000人になるんですけども、インフルエンサーになることってもう誰でもできるわけですよ。とだからもしかしたら皆さんの中でね、まあ不可能だと思っていることって、まあ、人それぞれ違うと思うんですけども、私が誰かのために役に立つなんて無理だと思ってたりとか、いや私が SNS やるなんてもう難しいだろうなって思い込んでたりとかすることってあると思うんですけども、でも言ってみたらその常識破りなことをすることっていうのは、言ってみたら皆さんが今不可能だと思っていることを可能にしていくことだと思うんですよね。でおそらく不可能だと、多くの人が一般大衆が不可能だと思っていることを可能にしていく、このプロセスですよね。この過程で多くの人から非難を浴びたりとか心配されたりとかすると思います。なぜかといったら常識破りだからです。だからこそやる価値ってめちゃくちゃあるんですよね。まあ以前にもラジオ動画で言ったと思うんですけども、 99% の大衆の人っていうのはもうみんなと同じことをしたがるんですよ。だけど成功する人、お金が増えていく人っていうのは 1% のことをしていくので、だからこそ不可能だと思っていることにチャレンジしていきましょうよというふうに僕自身はしつこく言ってるんですよね。結構ミニマリストの方って樽を知る生活でもう終わってる方が多いんですよ。もちろんそれを全部否定するわけじゃないし、僕自身も今の生活を大事にしているので当たり前のことに感謝する、樽を知るっていうのは大事にしてるんですけども、でもそこで終わっていると新しい挑戦がなくなっていくので成長も止まるし、お金が増えていかないんですよね。上限があるとってなった時に、例えば10年後20年後どんな未来になるか分かんないじゃないですか。ミニマリストであってもお金にめちゃくちゃ困る人も出てくるでしょうし、逆に全くお金に困らない人、僕自身はこの後者になりたいんですよね。どんな時代でもフットワークを軽く、お金に困ることがなくしていきたいと、お金のストレスを減らしていきたいというふうに思っているので、もう今のうちにっていうところで、それこそ昔不可能だと思ってたことにとにかく挑戦していろいろやるようにしてるんですよ。もう本当にしつこいほど言うんですけども、マジでクラブハウスで始めた方がいいと思っていて、例えば皆さんもですね、著名な方とお話できる、直接なんか電話みたいにお話ができるって不可能だときっと皆さん思ってると思うんですよ。だけどそれがクラブハウスでは可能になったんですよね。それこそあんまり名前出すの良くないかもしれないですけども、昨日ですね、武田双雲さんと直接お話をすることがあって、もうそれも僕が質問するとかじゃなくて、なんかお互いに議論するみたいな、クラブハウスの今後みたいなテーマのルームに入った時に武田双雲さんがいて、いろいろお話しさせていただいたりとか、まあ、議論したりとかしたんですよ。いろんな意見を出し合ったりとか、そんな時代にもう来たんだなって思ったんですよ。で結構著名な芸能人が僕のことをフォローしてくれたりとか、それこそもう今ではね、何十万部何百万部とその本を売ってきた著者の方がですね、僕のことをフォローしてきたりとか、僕と直接お話できたりとかするわけですよ。もう本当にそういう時代になってきたんですよね。だからぜひ率先して不可能なことを可能にしていきましょうよと。でもう本当にもう宗教って言われようが、もううるさいって言われようが、僕自身はもう本当に口を酸っぱくして言いたくて、もう本当に皆さんが不可能なことを可能にしていくとですね、めちゃくちゃ人生って変わっていくんですよ。そうだから、もう積極的に無理だと思っても一生懸命勉強してチャレンジして、多少手間かもしんないし、周りからワーワー言われるかもしんないですけども、とにかく皆さんには、皆さんが今現時点で不可能だと思っていることを可能にしていってほしいなというふうに思います。続いて8つ目に参りたいと思います。僕が捨てた常識8つ目は働くことですね。働くことをやめました。もう働くっていう常識を捨てていきました。まあ、これはつまりどういうことかというと、やはり 99% の大衆はお金のために、生活を回していくために働かなきゃいけないっていうふうに思ってるんですよね。もう他のことは考えられる余裕がないみたいな感じだと思うんですよ。昔の僕も実際そうでした。でもその常識が変わったのも、やっぱりさっきも言ったようにお金の本を読んだりとか、自己啓発とかビジネス本を読んだりとか、セミナーとかイベントに参加していろんな情報をキャッチしていくうちに、もうお金持ち思考、お金持ちがどういうふうに考えているのか、どうい
ういうふうにお金を増やしているのか、どういうふうに働いていくのかっていう、まあ、共通点みたいなのが見えてきたんですよね。でそのうちの一つに働くことをやめること、これが一つお金持ちになる秘訣だなって思ったんですよ。つまりどういうことかっていうと、自分の代わりになるもの、例えば僕で言えば動画ですよね。自分の代わりに働いてくれる動画っていうのを量産することによって、今までに上げてきた動画が、自分がたとえ休んでいても、たとえ体調を崩して働けなくなったとしても、僕の代わりに動画が働いてくれる、稼いでくれるわけじゃないですか。でさらにさらに投資っていうのもそうですよね。今では本当に今日時点では、今撮影してるのが2月の中旬なんですけども、今現時点で僕自身本当に今年の1月から投資を始めて、まあ、ざっくり80万円ぐらい積み立ててきたんですけども、今現時点で約 6% ぐらい、金額にすると多分5万円とか6万円ぐらい今増えたんですよ。だからお金にお金を稼がせるっていう人が、やっぱり徐々に徐々にね、お金持ちになっていくんじゃないかなっていうふうに思います。だから結構ね、金持ち父さん貧乏父さんの本にも書いてあるんですけども、お金のために働くなと。なぜかといったら、お金のために働いてるお金持ちはいないって書いてあるんですよね。まずはお金のために働くことをやめなさいというふうに書いてあって、じゃあどうすればいいのかっていうと、お金のために働くのをやめて、自分の事業を作って、で自分の代わりに働いてくれる、例えば従業員を雇ったりとか、自分の代わりに働いてくれるコンテンツを作る、僕で言えば動画だったりとか本ですよね、っていうのを作っていく、資産性のあるものを作っていくっていうのがすごく大事だよっていうのが、この金持ち父さん貧乏父さんに書いてあります。で言ってみたら、経営者もそうじゃないですか。事業を作って、で従業員を雇って、たとえ社長がいなくても、もうそういうお金を生み出すそのシステムがあるから、だから回っていくんですよね。もちろんずっとね、社長が不在だと、まあ、会社が回りにくくなるかもしれないですけれども、でも多少は利益というか、まあ、売上を生み続けるじゃないですか。経営者ってやっぱり言ってみたら自由人な人が多かったりとかするわけですよね。で言ってみたら、もう売りたいと思ったその事業を売却することもできるわけですよ。だから結論、何が言いたいかっていうと、もし皆さんが 99% の大衆の考え方を持っていて、つまりは働かなきゃいけないと、お金のために働かなきゃいけないと、生活を回すために今がむしゃらに働いてるんだっていう方は、その発想を捨てないとお金は増えていきませんよっていうことです。もう結論、自分の代わりに働いてくれるコンテンツを作っていくか、投資を始めるか、自分の事業を始めるか、僕自身は今現地でこの3つが誰にでもできる、手っ取り早くパパッとできる手段じゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひ参考にしてみてください。でもしもっとね、深く学びたいっていう方は、金持ち父さん貧乏父さんシリーズの本を読むことをおすすめします。続いて9つ目に参りたいと思います。僕が捨てた常識9つ目は、1日1食にすることですね。1日1食にすることです。ただまあ僕自身は完全に毎日1日1食にしているわけではなくて、たまにね、その妻がお昼ご飯食べに行こうとか、夕ご飯食べに行こうってなった時に、まあ、もちろん外食もするし、1日2食になる時もあるんですよね。ただ基本的に原則僕自身は1日1食にしていて、一昔前であれば1日3食っていうのが常識だったし、まあ、最近だとちょっとその傾向が変わってきて、1日2食でもいいよっていう情報が結構ね、認知されてきたので、1日2食朝ごはん抜いてる方とかも多いと思うんですけども、まあ、その上で1日1食って結構常識破りだったりとかするわけですよ。で僕自身が結構ね、1日1食の話をすると、もちろんね、憧れる人もいれば、すごいですねっていう風に言う方とかもいらっしゃるんですけど、やっぱりごく一部の方は、いや1日1食で大丈夫なのと、栄養足りてるのとかね、まあ、そういう風に心配されたとか非難されたとかすることもあるんですけども、でも僕自身は結構その1日1食になること、最初はね不安だったんですけど、いろいろ勉強していくうちに、むしろ先ほども言ったような経営者の方は結構ね、1日1食の方とかが多くて、まあ、いろんな理由があると思うんですけども、結構経営者の方って昼はまあ軽めに、それこそまあちょっとスープ系を飲んだりとか、サラダだけにしたりとか、まあチョコを1個食べたりとか、飴を舐めたりとか、むしろもう何にも飲み食いしないみたいな方もいらっしゃると思うんですけども、多分いくつか理由があって、まあ僕自身もそうなんですけど、まず食べると眠くなるっていうのもそうだし、あとは食べてる時間がもったいないと、メニューを考えたりとか、そのご飯を買いに行くとか、弁当を作る時間とか、あと洗う時間とか、片付けの時間とかもったいないと思ってお昼を抜いている方とかもいるし、むしろ食べない方がなんかすごいエネルギー
ギーがなんか活発になるというか、食べるとむしろなんか体力消耗してなんか元気になれないみたいな方もいらっしゃると思うし、まあ、そんな風にいろんな理由があると思うんですが、僕自身も本当に1日1食にしてよかったなっていう風に思います。で、僕自身本当に仕事がある日は1日1食なんですよ。で、休みの日に、僕と妻が休みの日にお昼ご飯を食べたりとかすることがあるんですよ。でも休みの日だったらまあいいかなと思ったりとかもするので、1日2食になったりとかするんですが、やっぱりお仕事の日、それこそ午後にコラボ撮影に出かけるときはやっぱり眠くなるし、体も重くなるし、なんか思考が鈍る感覚があるんですよね。そうだから僕自身はなるべくお昼は抜いて1日1食、朝昼抜いて1日1食にすることが多いです。で、昨日なんかはお昼を結構がっつり食べたので、あの夜抜いたんですよね。で、寝る間際ちょっとお腹空いたかなと思ったんですけど、でも全然寝れましたね。むしろ朝パチッと目が覚めてこんな風に元気に撮影できているので、やっぱり一日一食本当におすすめなので、ぜひやってみてほしいなと思います。続いて10個目に参りたいと思います。僕が捨てた常識10個目は長時間寝ることですね。長時間寝ることです。まあ、結構最近ね、短眠のお話とかするんですけど、僕自身は今まあ、ショートスリーパーって言っていいのか分かんないんですけども、いわゆるこのショートスリーパーは何かっていうと、睡眠が6時間未満の方を言うんですよね。僕自身は本当に昔7時間8時間下手すると9時間とか寝てた人間なんですけども、最近本当にまあ6時間ぐらい、もしくは6時間未満でパッと目が覚めるんですよ。もうそれこそ昨日とかもどれくらいですかね、9時に寝て、で今日3時に起きたりとか、まあ日によってね、寝る時間、それこそ最近クラブハウスでだいぶ生活習慣乱れてるんですけども、まあ10時とか11時とかに寝て4時5時に起きるっていうことも結構あるんですよね。言ってみたら、まあもちろんね、あのこれ一つそれぞれ向き不向きがあると思うし、もちろん短眠を全員に進めたいわけではないです。健康被害とかも出てくるかもしれないし、薬を服用していたりとか持病をお持ちの方はもしかしたらね、ちょっとお医者さんと相談した方がいいのかもしれないですけども、あくまで個人的には短眠がおすすめで、まあ、なぜかといったらやっぱりその睡眠時間って、まあ、削れるものだったら削った方が時間を生み出すことができるので、例えばいろんなことにチャレンジできたりとか、まあ、その時間にゆとりを持って行動できたりとかするじゃないですか。そうだから僕自身はすごい短眠にして、朝一、例えば今日とかも妻が朝早く出かけるので5時45分ぐらいから今日撮影し始めてるんですよ。僕自身の仕事って言ってみたらこの1時間ぐらいの撮影で終わりで、その他の時間をですね、本を読んだりとかクラブハウスに時間を注いだりとかすることができるので、めちゃくちゃ楽しいし、まあ、時間を効率的に使えるようになったんですよね。そうだから僕自身は物も徹底的に減らして、もうあらゆる人間関係も断ち切って、もう最小限の物と最小限の人間関係だけにしてるからこそ時間のゆとりが生まれたんですけども、いろんなことをやっていくうちにもっともっと時間が欲しいと思ったので、何か削れるものはないかなと思った時に、それこそ食事回数を減らして1日1食にしたっていうのと、あとは何か削れるものないかなと思ったら、もう睡眠時間ぐらいしか削れるものなかったんですよ。だから僕自身は短眠のいろいろ勉強をして、まずは早く寝るようにして、で徐々に徐々に起きる時間が早くなっていったっていう感じですね。あくまで個人的な体験なので、あまり参考にしなくていいと思うんですけども、僕自身も何冊かショートスリーパーの本は読みました。読んだんですけども、あんまり僕と合わなくて結局挫折しちゃったんですよ。もうめんどくさいってなっちゃって。だけどあくまで持論で、あの皆さんにおすすめのやり方は、ショートスリーパーのなり方としては、まずは早く寝るようにしてくださいと。とにかく7時8時9時とか眠くなったら寝るようにしてくださいと。そうすると、まあ、最初は全然ショートスリーパーになれないとは思うんですけども、だんだん起床時間が早くなってくると思います。僕自身は最初8時に起きる人間だったんですよね。夜の11時とか12時に寝て朝の8時に起きる人間でした。でもそれをまずは夜の8時とか9時とか9時半とか寝るようにしたんですよね。で最初は寝る時間は早くしたけど、起きる時間って全く変わらなくて、もう12時間ぐらいもう泥のように眠る期間っていうのがあったんですけど、徐々に朝7時に起きるようになって、で朝6時に起きるようになってっていう風に徐々に起床時間が早くなってったんですよ。で今では4時とか5時に起きるようになったんですけども、そこからショートスリーパーになるために寝る時間をちょっとずつ遅らせるようにしたんですよね。夜の10時とか11時とか、もちろん眠い時はすぐ寝るんですけども、起きる時間の固定化をすると結構まあショートスリーパーになりやすいというか、だから例えば僕自身8時9時に寝る時はもう深夜3時とかに起きることもあるし、ちょっと夜更かしでね、クラブハウスで話しすぎて夜の10時11時に寝る時もあるんですけど、その時も結構4時とか5時ぐらいに起きれるようになるんですよ。だから、まあ、そんな手順でもし皆さんがショートスリーパーになりたい
三民生活を送りたいっていう方はそんな風にぜひやってみてください。はい、続いて、僕自身が手放した常識11個目は自動化することですね。自動化することです。でこれは、まあ、言ってみたら今では結構当たり前になってきたかもしれないですけども、いわゆる一昔前までは自動化することイコール怠けることだみたいな感じで結構非難を浴びることって多かったんですよね。もうそれこそこういう働き方もそうじゃないですか。1日8時間働くのが当たり前だけども、僕自身は最近だと1日1時間とか2時間働かずにもう残りの時間を悠々自適って言ったらあれですけども、まあ、言ってみたら世間一般からしてみればもう怠けてるみたいなもんなんですよ。暇人なんですよ本当に。もう読書したりとかクラブハウスに打ち込んだりとか、まあ、なんか変なことしたりとかしてるわけですよ。ボードゲームしたりとかね、あの人生ゲームのボードゲームしたりとか結構遊んだりとかもしてるんですけども、それが言ってみたら、まあ、世間の常識からずれてるわけじゃないですか。だからたまにね、あの非難を浴びることとかはあったりとかするんですけども、でも言ってみたらそれが成功してる人の共通点だったりとかするわけですよ。そうだからこそ、もし皆さんがお金を増やしていきたい、人生を変えていきたいっていうのであれば、自動化っていうのは結構必須かなって思います。例えば皆さんに手っ取り早くできることは家事の自動化ですね。料理とかも例えば外食にしてあの料理を作ってもらった、それも一つの自動化だったりとか、洗濯を乾かす、洗濯を干すのも自動化するために乾燥機付きの洗濯機を買ったりとか、食洗機を買ったりとかするのもいいでしょうし、電子レンジを持つ、冷蔵庫を持つ、炊飯器を持つとかでも全然いいと思うんですよね。で人によってはそれこそ上の世代にとってはいやいやいや家事怠けるなよと、あの掃除をしっかり自分の手でやった方がいいって言われるかもしれないですけども、もう僕自身はやっぱりそれはちょっと時代遅れだと思っていて、やっぱり今の時代はもう自動化なので、とにかく楽をすること、怠けることって大事だと思います。そういうのって結構人間の本質をついてると思っていて、楽をしたいと思わなければ結局そのエスカレーターとかエレベーターとかも開発されなかったと思うんですよ。 SNS っていうコンテンツも生まれなかったと思うし、まあ、こういったね電子機器とかも生まれなかったと思うんですよ。全ては楽にしたいからとか効率的にしたいからっていう人間の根本の幸せを追求するっていうところにつながってくるんじゃないかなと思うわけですよね。だから自動化することイコール怠けること、怠けることは悪いことだと思ってる方は多分おそらく 99% の大衆に含まれちゃってると思います。むしろ楽をするためにはどうすればいいのか、怠けるためにはどうすればいいのかみたいな、怠け癖というかいい意味で怠けるっていうのは全然いいと思うので、それで全然会社をクビにならなければお金が稼げるのであれば全然いいと思うので、僕自身はね。そうだから皆さんも自動化するために何か買った方がいいかな、何をすればいいのかなっていうのをぜひこの動画を機に考えてみてほしいなと思います。続いて12個目に参りたいと思います。僕が捨てた常識は SNS をやらないことですね。 SNS をやらないことです。結構、まあ、さっきも言ったように本のところでも言ったように、私なんて SNS 発信したところでフォロワー増えないしっていう風に思い込んでる方とかもねいらっしゃると思います。僕自身もやっぱり思ってました。 YouTube を始める前はもう本当にごくごく普通の一般サラリーマンで何の実績もないし、もう知識もスキルも本当に世の中で、ね、すごい人がいる中で僕が始めたところで、いやーなかなかフォロワー増えないだろうなと思ったんですよ。でも僕自身は YouTube っていうものに可能性を感じたし、もうとにかくセミナー講師になりたいっていう夢を叶えるために、まあ、やってみようと思ってコツコツやっていったら、もう本当に最初はね月に100人とか200人とかしかフォロワー増えなかったですけども、それでもやっぱり3年続けてきたらフォロワーがすごい増えたわけですよ。うん万人と。で今ではもう総フォロワーが10万人を超えて、まあ、ある程度の影響力を持てるようになったわけですよ。だから今この一瞬で短期間で影響力を持つっていうのは、まあ、今できるようになってはきたとは思うんですけど、まあ、そうは言っても皆さんができるとは限らないんですが、1年2年3年と長期スパンで考えたら結構誰にでもできるんじゃないかなっていうふうに思ったりとかもします。だからぜひ皆さんにはその SNS をやらないっていうのを、そういう常識を取っ払って、もう個人がもう本当に影響力を持つ時代になってきたので、ぜひね皆さんには、まあ、Twitter とか Instagram、YouTube、それこそ最近だとクラブハウスっていういろんな SNS が出てきたので合うやつを始めてほしいなと思います。きっと得意不得意あると思うし、向き不向きっていうのはねあると思いますので、ぜひ自分に合った SNS から始めてみる。で個人的なおすすめとしては、もう今から始めるのであればクラブハウスがおすすめだったりとかもします。はい、ということで続いて12個目に参りたいと思います。僕が捨てた常識12個目は、好きなことを仕事にする
することですね。好きなことを仕事にすることです。これも最近言ってみたら世の中では認知されてきたこと、常識になってきたことかもしれないですけども、一昔前では嫌なことを我慢して働くことが当たり前だったりとか、常識だったりとかしてきましたよね。で最近だと、ここ数年で好きなことを仕事にしましょうよと、副業では好きなことをしましょうよというふうに、結構言われてきてるので、結構それを実践してる方とかも多いと思います。で僕自身も本当に一昔前はもう嫌なことでも生活のために、お金のために、もう嫌なことを我慢してでも働かなきゃいけないんだっていう常識に縛られていたんですけども、いやいやいや、どうせ働くんだったら、どうせ生きるんだったら人生たった一度きりなので、好きなこと仕事にしたいなっていうふうには思ったんですよね。やっぱり体調を崩して、なんかその働けることも当たり前じゃないんだなっていうか、なんか働きたくてもお金が欲しくても働けない状況になっちゃったので、病気で。だからもちろん生活を回していくために、たとえ嫌なこととかでもやらなきゃいけないっていうのはもちろんあるんですけども、それでもやっぱりその好きなことを仕事にした方がやっぱり人生楽しいと思えるし、あとはそっちの方が、好きなことを仕事にする方がストレスもたまらなくなって病気にならないんじゃないかなっていう仮説を立てたわけですよ。で現に僕自身ね、好きなことだけをして、お仕事をするようになって、お金を稼ぐようになってから本当にストレスが減ったので、全然体調を崩さなくなったんですよ。もちろん多少ね、風邪をひいたりっていうのはあるかもしれないですけども、でも1日寝て起きれば結構体調って回復するようになったし、あとは持病の潰瘍性大腸炎とかも再発しなくなったんですよ。だから本当にここ数年病院にも行ってないし、薬も処方されないし、病院にそもそも行ってないから処方のされようがないんですけども、薬を飲まなくても全然体調崩さないんですよ。だからやっぱり人間って、病は気からとも言うように、気持ちの部分ってあると思うんですよね、ストレスっていうところで。だからこそぜひ皆さんもですね、体調を崩しがちだったりとか、そういった方はぜひね、率先して副業からでもいいので、好きなことを事業にしてね、お仕事にしてほしいっていうのと、あとはもう嫌なことでも我慢して働いてめちゃくちゃ苦労している人もですね、ぜひその常識を破って、殻を破り捨てて、副業でもいいので、自分の好きなこととかやりたいことを仕事にできるように、転職でもいいし、個人事業として始めるでもいいし、実際に会社経営するでもいいし、何でもいいんですけども、めちゃくちゃおすすめですね。好きなことを仕事にできるようにプランを立ててみたりとかね、計画を立ててみたりとかしてほしいなというふうに思います。続いて14個目に参りたいと思います。僕が捨てた常識14個目は、テレビの情報を鵜呑みにすることですね。テレビの情報を鵜呑みにすることです。もちろん 100% テレビの情報を信じるなというわけではありませんが、それこそね、ここ1年2年とね、コロナというものがきっかけで、テレビの情報ってどうなのって思う方が結構増えてきたと思うんですよ。で、僕自身は実際にテレビってもう家にないので全然見れないんですけども、むしろ YouTube でそれこそ専門家の話を聞いたりとか、僕自身が尊敬している方のフィルターを通した情報をキャッチするようになってから、割と正しい情報、僕自身と共感できるの情報をキャッチできるようになったんですよね。だからあんまりね、その地方に住む方とかの悪口言いたくないんですけども、結構地方に住む方ほど怖がってる方、テレビの情報を鵜呑みにしてる方が多いんじゃないかなと思ったりとかね。もちろん地方に住んでる方でインフルエンサーとかで、情報弱者じゃない方とかもたくさんいらっしゃると思うんですけども、それこそちょっと世代が上の方だったりとか、テレビ世代の方はですね、もうテレビの情報を鵜呑みにして、もコロナ怖い、もう絶対外出しちゃいけないみたいに思ってる方とかもいらっしゃるんですよ。本当にこれ、僕の知り合いにですね、一歩外に出たらもう危険なみたいな風に思ってる人ってもう実際にいるんですよ。いや、そこまで怖がらなくていいんじゃないのって思ったりとかもするんですけども、でもその方もやっぱりそのテレビを信じ込んじゃってるんですよね。結論、何が言いたいかっていうと、テレビが 100% 間違った情報を流しているとは言ってないんですが、ただいろんなメディアから情報をキャッチすることが大事ですよと結論言いたいんですよね。テレビだけじゃなくて、できればテレビ手放してほしいんですけども、テレビだけじゃなくて、例えば YouTube だったりとか、最近だとクラブハウスだったりとか、直接その現場で働く人の声だったりとか、医療従事者の方だったりとか、いろんな業種のいろんな声、情報を聞いて、でそれを統計を取って、じゃあ自分はどうすればいいのか、どうした方がいいのかっていうのを考えていくっていうのがすごく大事ですね。だからやっぱり一個の情報媒体に偏ってしまうと、やっぱりそこの枠にとらわれてしまって、結果チャンスを逃したりとか、人生が切り開いていかないんですよ。むしろいろんな媒体からいろんな情報をキャッチするとですね、あ、
なるほどと、むしろコロナってそこまで怖いものじゃないんだなと、もちろんね大変な思いをしている方はいらっしゃると思いますが、まあ僕自身は若くて元気で心疾患持ってるわけじゃないし、特に若いうちは別にコロナかかったところで重症化しないから、むしろ感染してしまった方が、もちろん周りに感染しないようには気をつけますけども、感染してしまって免疫をつけてしまった方がいいんじゃないかなって思ったんですよね。ってなってくると、やっぱりそこで行動できる人と行動できない人でまた大きな差が生まれてくると思うし、だからこそやっぱりその、まあ、言ってみたら、まあストレートな言い方で言うと、情報弱者な人ほどやっぱり置いてきぼりになったりとか、チャンスをつかめなくなっちゃうわけですよ。だからなるべく一個の媒体に偏った情報を得ることというか、まあ一個の媒体だけから情報を得るっていうのはもうやめた方がいいですね。複数のできれば情報を持つと、テレビの情報を鵜呑みにするっていうのはやめた方がいいと思います。ということで最後15個目に参りたいと思います。僕が捨てた常識15個目は、常識を知って差別化するっていうことですね。常識を知ってその常識を捨てていく、差別化していくっていうのを始めました。もっと具体的に言うとですね、やっぱり常識を捨てるためには、差別化するためには、やっぱり世間一般の常識を知る必要があるんですよ。常識を知らないと常識を破ることってできないですよね。であくまで僕の例で言えば、まあ、今までにも挙げてきたように、大学で学んできたことをやめることだったりとか、まあ、つまりは大学で学んできたことをお仕事にすることが常識なんだなっていうことを認知したりとか、ずっと同じ会社でいることが常識なんだなとか、現金を持つこと、物を持ち続けること、物を買うこと、お金の話をしないこと、一般の人は本を出せないということ、不可能なことはしないということ、がむしゃらに一生懸命家のこととかでも働くこととかね、一日3食することみたいな、もう一般の常識を知ったからこそ常識を破り捨てることができたわけですよ。で、常識を知って常識を破ってきたからこそ、僕自身はすごく人生の可能性が広がったなっていうふうに実感しています。だから皆さんもですね、世間一般の 99% の大衆はどういう価値観を持っていて、どういう常識を持っているのか、ここからスタートすることですごく大事なんですよね。もちろん自分がもし今人生どん底だったら、そういうところから真似ることももちろん大事なんですけども、ただ今後ですね、ちょっと一つ、まあ、差別化をして、他の人よりも抜きんでたものを身につけたいと、人よりも実績を身につけたいというか、フォロワーを増やしたいとかね、収入を増やしたいとかっていう場合は、その差別化していかなきゃいけないんですよね。他の人とは違うことをしなきゃいけないと。例えばこれあくまで僕の例ですけども、率先してそれこそ最近のね、新しい SNS を怖がらずに可能性を感じてフルコミットでクラブハウスに打ち込んで、もう今ではもう3000人ぐらいフォロワーが増えたんですけども、さらには例えば1日2本投稿とか、朝ラジオ動画を始めたりとかね、それこそ YouTube って結構常識として夜に上げた方がいいっていう、まあ世間一般の常識があるんですけども、僕自身はあえて朝に上げるようにしたりとかもしたんですよ。これも一つ差別化ですよね。そうだから人と違うことをすると結構うまくいったりとかするわけですよ。だからもし皆さんが人生うまくいってなかったら、今自分がやってることは世間一般と同じことをしてるんじゃないかっていうふうに疑問を持ってほしいんですよね。でその疑問を持った上で、じゃあその今持ってる常識を捨てるためには、今の行動をやめるためにはどうすればいいのかっていう、まあ、プランニングをしてほしいなと思います。はい、なのでちょっと話が長くなってしまって申し訳ないんですけども、結論シンプルに言いたいのは、まずは世間一般 99% の人の常識を知りましょうと。じゃないと常識を手放すにも手放せませんよということですね。で常識を知った上で、常識を手放せるにはどうしたらいいのかっていう、まあ、逆算してね、考えてほしいなと思います。はい、僕自身もですね、もう本当に常日頃から常識を疑うようにして、人生の可能性を広げるようにしているので、まあ、僕と一緒に、できればね、皆さんと一緒に常識を破り捨てて、皆さんの人生の可能性を広げていけたらと思うし、僕自身もね、いい見本となれるように、どんどん常識を破り捨てて、まあ、皆さんの見本となれるような人間に、ね、なりたいなというふうに思っております。はい、ということで、すいません、ちょっと話が長くなってしまって申し訳ありません、今回の動画は以上になりまして、僕が捨ててきた常識破りが人生を切り開くというテーマでお話をしてきました。ぜひ共感した部分だったりとか、参考になった部分がありましたら、ぜひ今日からでも明日からでも実践してほしいなと思います。はい、ということで本日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。